ジャガー XJR-12 ジャガー XJR-12 は1990年デートナ24時間レースセブリング12時間レースおよびルマン24時間レース用にトム・ウォーキンショーレーシングが制作したプロトタイプレーシング化である基本的には1988年のデートナルマンを制覇した XJR-9 の発展型である ジャガーは1990年から WSPC イムッサともタイヤをダンロップからグッドイヤーに変更したが、それに合わせてサスペンションをモデファイしたのが最大の変更点である。エンジンは XJR-9 と同じく V 型12気筒エンジンを搭載する。ジャガーはイムッサ、WSPC のスプリントレースでは、 V 型6気筒ターボエンジン搭載車である XJR-10 及び XJR-11 を投入したが、ターボエンジンの信頼性が低く、耐久イベントには信頼性が高い従来の大廃棄量自然吸気の V 型12気筒エンジン搭載車を使用した。1990年、1990年シーズン、XJR-12 は、イムスサシリーズ第一戦。 デートナ24時間、第3戦セブリング12時間、ルマン24時間の3レースに出場した。デートナ、セブリングには6.0リットル仕様のエンジンを、ルマンには7.0リットル仕様のエンジンを搭載した。XJR-12 にとってのデビューレースでも、ある、デートナ24時間に、TWR ジャガーは60号車、61号車の2台をエントリーさせた。 レースは優勝争いのライバルと目されていた日産ポルシェ勢、が早々に脱落し開始2時間目には早くも1から2体制を築き61号車が優勝6 5号車も2位入賞と素晴らしいデビューを飾った次のセブリング12時間では日産勢が強く1から2フィニッシュジャガーは6 5号車が56周目にエンジンブローでリタイア 61号車が3位に入賞した。ルマン24時間に、ジャガーは1号車、2号車、3号車、4号車の、計4台の XJR-12 をエントリー、させた。レースは、日産勢とヨースと、ブルンのポルシェ勢との戦いとなったが、2日目朝に、上位グループにつけていた、日産の83号車が、ガソリンタンクを損傷し、リタヤ、 23号車もサスペンショントラブルで交代し、11時間目からトップを走っていた3号車が1位の座を確実にする。その後ポルシゼも2日目昼になってヨーストが交代、2位を走っていた、ブルンも残り15分でエンジンブローでリタイアし、2号車が2位に繰り上がりそのまま、チェッカー。レートナに続いて1から2フィニッシュを決めた。1号車は2日目の朝ウォーターポンプのトラブルで、 4号車は2日目昼にエンジントラブルでそれぞれリタイアした。3号車はドライバーのプライスコブが体調不良で登場時間を減らすことになったが深夜の3連続シフトを含む計14時間を走ったジョン・ニールセンの活躍が光った。シーズン終了後にイギリスでシープキャットジャニュアと XJR-12 が0から 400M を競う。 ジャガー対決が行われ、これに勝利した。1991年1991年シーズン、XJR-12 は、イムッサシリーズの、第1戦、デートナ24時間、第3戦セブリング12時間及び、SWC シリーズ第4戦、ルマン24時間の3レースに出場した。デートナ、セブリングには、 イムスサのレギュレーション変更に合わせて、排気量を6.5リットルに拡大したエンジンを、ルマンには7.4リットル仕様のエンジンをそれぞれ使用した。デートな24時間には2号車、3号車の2台の XJR-12 が登場。しかし3号車は予選でクラッシュしてしまい、レースには2号車1台のみで臨んだ。予選2位の高位置からスタートした2号車は、 ヨーストポルシェ、日産と優勝争いを展開。しかしレースが半分を過ぎた頃から、ウォーターポンプのトラブルによるオーバーヒートにより交代。結局379周目エンジントラブルでリタイアした。セブリング12時間に、ジャガーは2号車、3号車の2台をエントリーさせた。デートナでは3号車が予選中にクラッシュし欠場したが、セブリングでは2号車が、 練習走行中にクラッシュ止血。レートナに続いて1台のみの出場となった。予選5位と高1からスタートの3号車はしかし、レースではエンジンのミスファイア、周回遅れとの接触、タイヤバーストなどのトラブルに見舞われ優勝した、日産から14周遅れの5位に終わった。ルマン24時間に、ジャガーは4台の XJR-12 を出場させたが、 急期停車に課せられた1 0 0 0ラムの車重、燃費規制に苦しみメルセデス、ツダのペースについていけず苦戦。それでも35号車が2位、34号車が3位、33号車が4位と、好成績を残した。36号車は1日目に遠席に乗り上げた際に、サスペンションを痛めて、マシンのバランスを崩してしまい、2日目朝にミッショントラブルでリタイアした。 1992年、ジャガーはシルクカットがスポンサーを降りたことから1991年限りで SWC から撤退した。しかしアランダンドール率いる RM モータースポーツが TWR からマシンを購入し SWC 参戦を計画してた。マシンの購入予定リストには3台の XJR-14、3台の XJR-17 ともに3台の x j r 1にも挙げられていたが、スポンサー集めに失敗しランドールの参戦計画は、とんざした。イムスサシリーズにはこれまで、通り参戦し、x j r 1には、第1戦、デートナ24時間、第3戦セブリング12時間に6.5リットル仕様のエンジンでエントリーした。デートナには2台のエントリーを予定していたが3号車が、テストデーでクラッシュし、 使用不能になり、XJR-12 は2号車1台のみの参戦。3号車は、ポールポジションを獲得したマシンが得られる、エクストラポイント狙いで、ターボ車の XJR-16 がエントリーした、結果は、予選2位でポイントを獲得できず。レースでは、ウォームアップラン中にエンジンブローをこしりタイヤ。予選7位スタートの2号車は、レースジョバニスも、ウップタイの日産勢。 ヨースト・ポルシェラの後ろ4から5番手を走行。その後ンプタイ、ヨーストがリタイアし順位を上げ、ニスモの R91CP には及ばなかったものの2位に入り、g t p クラスでは1位とイムッサシリーズ制覇に向けて、満足すべき結果を残した。セブリング12時間には3号車は欠場し、2号車1台のみの参戦。予選は10位。 レースでは2時間目にホイールナットが緩むトラブルでコース上にストップ。ドライバー自らタイヤ交換を行いレースに復帰するものの大きくタイムロス。その後も他社のクラッシュを避けようとしてコースアウト、コース上に落ちていた石に当たりカウルを破損するなどしタイムロスをし4位に終わった。1993年1993年シーズン TWR ジャガーは イムスサシリーズへの参戦を停止し、開幕戦のデートナ24時間のみ参戦した。また2年ぶりに、ルマン24時間に参戦する計画を立てた。デートナ24時間に、ジャガーは2号車、3号車、32号車の、計3台の XJR-12 をエントリー、させた。このうち193は XJR-14。 同タイプの大型リアウィングを持つ入社ー,シシーで、デート内へのエントリーは、ルマン参戦に向けての試験的なものであった。また前年までは、GTP クラスから出場していたが、フル参戦を停止したため GTP クラスではなく、7.0リットル仕様のエンジンが使用できる、ルマンクラス、前年までのグループ C クラスに、相当からの出場である。レースは前年イムッサ GTP クラスのタイトルを、 獲得した、アあ,あ、トヨタの2台が強く、レース序盤2号車はその後ろで、プライベートエントリーの日産、ヨーストポルシェと順位争いをしていた。3号車は18周目に、オイル漏れによって早くもリタイアし、予備車として、レース開始直後に、ピットに戻っていた32号車が3号車の代わりに、走り始めたが、これも1日目よるハンドリングの不調によりリタイアし、 ジャガーは2号車1台のみで戦うことになった。2号車は深夜になってトラブルによって交代したトヨタに代わってトップに立った。トヨタはその後1台が2日目朝にリタやもう1台も2日目午前にミッショントラブルにより大きくタイムロース。2号車は2位のトヨタに30周近い差をつけて独走体制を築いた。しかしレース開始から20時間過ぎ。 エンジントラブルによりリタイアし、優勝を逃した。ジャガーはこの後、2年ぶりのルマン参戦を予定していたが、大廃棄両者へのエアリストリクター規制が厳しい、ことから参戦を断念した。それぞれレートな、セブリングには、XJR-12D として、ルマンには、XJR-12LM として参戦している。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。